レミシュライネンは武装親衛隊のフラマン人義勇兵。陛下は対戦車砲兵。ベルギーのフランドル地方出身。詳しいことは不明な点が多いが1941年には武装親衛隊に所属しており、東部戦線に従軍していた。1944年7月26日、レミシュライネン SS 上等兵の所属する部隊はソ連軍から猛攻に遭っていた。 部隊は、個人院の丘で、ソ連軍からの激しい砲撃を受けし機号に砲弾が、直撃し多くの伝令兵や衛星兵が、戦死指揮官のレーマン SS 隊員を負傷した。さらに、第一推薦者砲は、ソ連軍からの攻撃で破壊された。レーマン SS 隊員の負傷により21歳のドハーゼ、SS 少佐が、部隊の指揮を取った。これにより部隊名は、 レイマン戦闘団からドハーゼ戦闘団となった。翌日の7月27日前日からの攻撃は、やむことなく続いており、エドワルト・レープ SS 軍曹が包丁を務める、第二対戦車砲は修理のため後方に下げられた。これにより残る部隊は、レミシュライネに SS 上等兵のいた第三、対戦車砲のみとなった。この日の終わり頃から、ソ連軍が大規模攻勢を開始した。 7月28日ドハーゼ戦闘団のフラマン人、義勇兵は陣地を守るためソ連兵と白兵戦を繰り広げるなど優先したものの結局敵団兵の丘まで撤退した。レミシュライネン SS 上等兵はドハーゼ戦闘団唯一の対戦車法の第三対戦車法の砲手だった。彼は4両の赤軍戦車を撃破された。その後ソ連軍から戦闘機や 艦砲射撃など伴った激しい攻撃が続いた。しかしレミシュライネン SS 上等兵の対戦車砲は無傷であり彼はさらに五両の赤軍戦車を撃破した。彼らの対戦車砲の周りは砲撃によってクレーターが多くできていた。レミシュライネン SS 上等兵が肩を打たれ負傷。包丁のフローター SS 軍僧は後方兵形成兵を呼んできたが対戦車砲の目前で 艦砲射撃で全員死亡した。その直後ドイツ軍からの爆撃が始まった。彼は一人になったが戦い続けた。今や包丁と包守の役割を一人でこなさざるを得なくなった。シュライネンは対戦車砲を現在の陣地から500メートル離れた場所へ移動させた。シュライネンが対戦車砲の移動を完了した時、元の陣地はソビエト赤軍の艦砲射撃によって、 完全に破壊された。この時前方から30両の T34 と4両のイズニが迫っていた。彼は一人で装填、照準、発射を行い即座に T34 を1両炎上させた。赤軍戦車部隊はドイツ兵が生き延びていると思っていなかった。さらに T34 を3両イズニを3両撃破した。しかしこの時最後に撃破したイズニと、 相打ちになってしまう。だが、その後ソ連軍からは死亡したと思われ放置されたが、意識不明になっていただけで生きておりその後ドイツ軍が敵岩兵の丘が奪還すると野戦病院に運ばれ、一命を取り留めた。75ミリ対戦車砲でイズニを撃破するのは非常に難しく、装甲が厚いので、砲塔基部か前面の覗き窓の部分を狙うしかない。 彼の不屈の投手と素晴らしい射撃技術は類に見ない、ものであった。その後も終戦まで武装親衛隊員として戦い続けた。ナルバ製方での激戦の後、ドハーツェ戦闘団は前線から引き上げられた。単独で多数の敵戦車を撃破したレミシュライネン、SS 上等兵には1944年8月3日付で一級鉄十事章と戦勝賞金を授与された。 その10日後の1944年8月13日、大ファイス総甲軍団司令官、フェリックス・シュタイナー SS 大将は、シュライ来年の名を、ドイツ陸軍名官に推薦した。この推薦は1944年8月28日に、公式認定されたが、後に、騎士鉄十字章の受章推薦へ変更された。そして1944年9月21日、シュライ来年は、 岸鉄十字章を授与され、合わせて SS 軍曹に飛び級昇進した。終戦時にはアメリカ軍に降伏したものと思われる。戦友と共にナチス協力者として非難され、汚名を晴らすべく活動するも報われず、ドイツへ移住。同国でドイツ人女性と結婚し、2006年にこの世を去った。ありがとうございます。